ょっともうコートを脱ぐのめんどくさいので脱いでません。そんな寒いわけじゃないけど。ちょっと応急処置でちょっとボサボサすぎるのでアイロンをします。応急処置。そこを一旦脱ぐとちょっとめんどくさいので、応急処置。確かに家の中でねコートは着ないので、ね、配信ではね見せないからね、コートは。よいしょ。もし投げカウントよろしくお願いします。この配信は10時35分までです。若干下からアングル。レア、確かに。よきアイドルだ、どういうこと。マジスカさん、トトイ、赤エルサンタさん、朝香さん、かわいいギフト、ゆうちゃん、かっこいいギフト、コートいけかな、矢島さん、かわいいギフト、柴犬さん、かわいいギフト、マークさん、ペライト、ホーコさん、かわいいギフト、トトミチさん、ハート、結婚式ギフト、リュウイチさん、直太郎さん、ひろしさん、お父さん、おいでます元気さん、かわいいギフト、すけさん、イギータさん、矢島さん、結婚式ギフト、コシノフォーティータカデさん、ホロロローンさん、かわいいギフト、ありがとうございます。いや、もう寒くはない今んとこ。唐揚げくん、今んとこ寒くないよ。ちょっと唐揚げくんがね、6個入ってたんですよ。普通5個ですよね、唐揚げくんって。今増量キャンペーンかなんかなんかな。ちょっと得した気分になった。正解。
レッドです。もちろんレッドだよ。いいこと聞いたって、よかったです。ねえ、レッドレッド。たまに、あれ買うよ。チーズ。唐揚げくんのチーズ。たまにね、9割型。レッド、うん、そう9割型レッドです。でたまになんか期間限定のなんかそれこそ瀬戸内レモンとかあるじゃないですか。そういうのもたまに食べる。パンもある。あとねクエン酸も。急に鼻水が。どっちゃん、ひなたさん、かわいいギフト、マジスカさん、かわいいギフト、フォーコさん、さやまっちゃさん、こたつみかん、セリアさん、かわいいギフト、スマイルさん、ルロムスさん、おこさん、高弘慶吾さん、こたつみかんとかいろいろたくさんありがとうございます。よしとさんもありがとうございます。クエンさん、今日はちょっと大人な感じかもしれないですね。服装もたまたまやけど、いや意識しました。意識したのでちょっと大人かもしれない。あ、これ撮らないかやつか。大人かもしれないですね、今日はね。大人かもしれないですね。すっぴんだけど、すっぴんだけど、ちょっともうマフラーさ、マフラーのつくの適当適当。あ、ちょっと大人じゃない普段と違ってさ、立てるからさ、この場所。大人だねって感じ。まだすっぴんだよ。すっぴんだよ、やだよ、これでメイクしてると思わないで、やだやだ。ほら、今日は大人だね。こんなことする人は大人じゃない。
人、大人でしょ。ちょ違う、見たらちょっと触りたくなった。眠っちゃうさんのせい。すっぴんだよん、すっぴんだよん。ちょっとすっぴんなので、まあ、スピンをね、マフラーで隠しちゃえばいいんじゃない。マフラーで隠してしまえば。これがね、ちょっとちょっとピンクっぽいんですよ。ちょっとピンクっぽいから、そうそう。こっちがめっちゃなんかベージュっぽく見えるけど、普通に白とピンクベージュ。なんかまあほぼ白っちゃ白いけど、ちょっとピンクがかってるって感じ。若干ね、若干ね。スピンオッサン、ゆかちゃんかわいいギフト、ゆうちゃんかわいいギフト、あさかさん結婚式ギフト、まじすかさん、りゅういちさん、ラブルト、ほうこさん、いとちゃん、ひなたさん、ありがとうございます。暑そう。暑くないよ、でも全然全然暑くないよ。じゃあそろそろランキング読もうかなと思います。スマイルさんありがとうございます。13位、おいでませ元気様。12位、 BLF 様。11位、赤ヘルサータ様。10位、セリア様。9位、タネス様。ちょっと受付嬢っぽい。8位、タネ様。7位、あ8位、フォーコ様。あとか違う。7位、タカヒロケイゴ様。6位、イギータ様。5位、マジスカ様。4位、ユウちゃん、ユウちゃん様、ユウ様、ヤジウマ様。2位、リュウイチ様。1位、アサカ様。ありがとうございました。次は12時10分。ああ、ちょ、え？待って、サラ間違えてないよね。あ、危な。昨日のスケジュールを見てサラ始めたわ。危な危な。でも昨日と同じやけんよかったけど、危ないじゃないか。今日は次は12時10分からです。よろしくお願いいたします。その頃にはどうなっているか分かりませんが、よろしくお願いします。ではありがとうございました。え？合ってるか、合ってるか。バイバイ。